重傷の先生を背負っていた時に得た背中の感触は未だに記憶から消えてはいません。あれは戦争の感触です。けれども戦争は利を図るには都合がいいのです。余人はその目を曇らせる。しかして人こそが最後の兵器なのです。憎悪がお前の死を足元を見てください。余人はその目を曇らせる。遠視感情が勝利をもたらすことはありません。もう終わりにしよう。あまり待ちられたら気づく前に。感情は勝利をもたらすことはありません。復讐は終わったのです。ドクター、不用意に目立つことはやめましょう。